東海電気株式会社は明治時代の愛知県に存在した電力会社である。設立時の社名は三河電力株式会社。1901年に設立され、瀬戸市を供給区域として開業。1904年からは名古屋市にも進出して既存事業者名古屋電灯と競合したが、1907年に同社へ吸収された。1889年12月、 中部地方で最初、日本全体で見ても5番目の電気事業者として、名古屋市に名古屋電灯が開業した。その後徐々に、愛知県内の他都市にも、電気事業が拡大していき、1894年に豊橋市で豊橋電灯が、1897年には岡崎市で岡崎電灯がそれぞれ開業している。初代専務、今井磯一郎このうち岡崎電灯は、 五福省、杉浦銀蔵、旅館経営、田中井沢平、醸造業、近藤重三郎の岡崎在住商人3人によって、起業された会社である。矢作川、水系ともえ川支流の軍海側に、岩津発電所を構え、供給に当たっていた。この発電所の設計、施工を担当したのは、日本各地で発電所建設に携わっていた技術者の大岡田出しで、 大岡は開業後も1901年まで岡崎伝統に泊まっていた。岡崎伝統経営人は大岡の工事が好成績を上げているのを受け、彼が会社に泊まっているのを後期と見て岡崎以外の地でも電気事業を起業しようと計画を始めた。これが東海電気の起源であり、岡崎伝統創業者の3人と西鴨軍選室の衆議院議員、 今井磯一郎らによって計画が進められた。新たな発電所は西鴨郡をばらめ、供給区域ははじめ県境を越えた岐阜県の田嶋を予定したが、田嶋では町営伝統事業の移行があり、許可が得られるか不透明であったため、東カス郡瀬戸町への供給に改めた。1899年4月、発起人は矢作川電力株式会社の名称で事業許可を 精神省へ申請し、同年7月26日付で、その許可を得た。その後、三河電力株式会社への社名変更など準備を経て、1901年3月10日、岡崎電灯社内にて、三河電力の創立総会開催に至った。資本金は5万円。専務取締役に、今井が選任され、取締役には、近藤、田中や深田三田優良が就任した。 田代川の小原発電所は、大岡田田氏を設計監督者として1901年4月より着工され、ペルトン社製のペルトン水車と明電社製産省交流1 0 0ット発電機が2台ずつ据え付けられた。並行して、瀬戸町での変電所工事も進められ、1902年7月に揃って、竣工に至る。そして同年9月10日、三河電力は開業し、 セット町内への伝統供給を開始した。当日夜には町内の境座にて開業式を挙行したが、その中で行われた電気踊りと称する実演が好評でその後伝統の申し込みが相次いだという。同年9月末時点での等数は339等であった。また12月から動力用電力の供給も開始している。 瀬戸町での伝統料金は、1902年6月制定の伝統規則によると、10職州野党の場合月額85銭、16職州野党の場合月額1円25銭であった。また1902年3月、前年に申請していた岐阜県、江那郡名地町あざやぶせにおける水力発電所建設が町に承認された。しかし、三河電力は、 工事に着手しなかったため、町営電気事業の計画が立てられ、その後1907年になって、水利権が取り消されている。三河電力では、瀬戸町に続き、予定を買って名古屋市内へと進出する計画を立て、1902年2月に、市内と郊外の愛知郡千草町を供給区域とする旨を、定心省へ出願し、3月その許可を得た。ただし、千町では、 電灯、電力双方の供給を許可されたが、名古屋市内ではすでに名古屋電灯が開業しているため電力供給のみの許可であった。名古屋進出資金を得るため、翌1903年3月に売額増資を実施して、資本金を10万円とする。そして同年12月23日より、名古屋監獄省担所として、畜佐町内での供給を開始した。 1904年1月9日、三河電力は、千草町に続いて、名古屋市内への供給を開始した。市内への供給は、動力用電力に限らず、本来認可されていない、電灯供給も、電力供給名義で実施したのが特徴である。三河電力の電灯供給は、会社が電灯を取り付けるのではなく、各需要家が電力供給を受けて、これを任意に、 電灯で用いるという形をとったもの。電力供給の場合、当時の規則では電力量計の取り付けが必須で、これが1期35円以上と高価なため電力供給名義による電灯供給は本来現実的でないはずだが、三河電力では自社でブリキ製の簡易電力量計を1期80銭で製造して確保に取り付けたのであった。 広工事通にあった第一軍船死者記念碑。石踏みの電飾への供給を東海電機は名古屋電灯から奪った。名古屋進出後の1905年10月27日、社名を三河電力から東海電機株式会社へと改めた。半年後の1906年3月2日には本社を岡崎の岡崎電灯社内から名古屋市青井町31番地4へと移転する。 名古屋移転を機に、東海電気の構成は強化され、市内東部、千草町から、広小寺通にあった、日清戦争第一軍戦死者記念碑までの間に、名古屋電灯の配電線が未仮設の地域があれば、積極的に進出し、坂上町、大曽根方面にも配電線を伸ばした。さらに、第三師団の市内中東部隊への供給を一部、名古屋電灯から脱出し、 名古屋電灯が点灯する戦争記念碑の電飾も同社に代わって供給するようになった。名古屋電灯と東海電機の競争は先にあった名古屋電灯と愛知電灯の競争よりも激しいものであった。東海電機の構成の要因は安い供給料金にあった。火力発電に依存する名古屋電灯は東海電機の進出に伴い値下げした年月改定時点でも 住職等月額85銭などという伝統料金であったが、水力発電による東海電機は住職等月額65銭などという供給料金を採用していた。需要家の流出を防ぐべく、名古屋伝統は、東海電機進出地域では、伝統料金を同社と同一額まで下げたため、重複地域とそれ以外の地域は、道路の向かい側でも料金が異なるという、 いびつな状況が生まれた。名古屋電灯側では、東海電機に対抗するための料金値下げや日露、戦争期の灯油価格高騰で需要が増加したが、供給力がそれに追従せず1906年12月に、過去調発電所の増設が完成するまで、電灯の新規申し込みを遮絶せざるを得ない状況に、あった。このことが、東海電機に、名古屋進出を許した一因でもあった。 一方、東海電機では、1905年3月に2度目の増資で、資本金を25万円とし、矢幡川支流の友江川にて出力7 5 0ットの友江川発電所を新設する計画を立てて1906年1月着工した。合併を圧戦した名古屋伝統監査役、相川清成名古屋進出を果たした東海電機であったが、実際のところは、 利益が伴うものではなく、ほとんど無配当で、配当があっても、ごく少額であった。名古屋伝統、東海電機両社の利益を保全するとともに、配電線その他に生じていた技術的な危険を解消するため、両社間には、次第に合併への機運が生じたという。ただし、東海電機の合併を狙う会社には、当時岐阜県で基礎側に、 八お発電所を建設中であった名古屋電力も存在した。同社は未開業であったが、開業して名古屋電灯と競争するにはあらかじめ東海電機を合併すると有利との判断から合併を試みたのである。同社は名古屋電灯に先立って東海電機との合併契約締結に成功する。しかし、東海電機株主の大多数は名古屋電灯との合併を望んでおり、 1906年11月25日の株主総会にて合併契約は否決された。その後岡崎の有力者、手島桑市や名古屋伝統監査役、相川清成らの圧戦で名古屋伝統と東海電機の間で合併交渉が進められ、12月12日、両社間で合併契約締結に至った。合併条件は、存続会社を名古屋伝統として、 東海電機は解散する。名古屋電灯は、東海電機の資本金25万円と同額を合併に伴い増資する。名古屋電灯は、東海電機株主に対し、持ち株一株につき新株一株以外にも交付金25円を支払う。名古屋電灯は、東海電機に対し別途合併費用として2万5 0 0 0円を交付する。というもので、 名古屋電力との合併契約よりも有利なものであった。翌1907年3月25日、合併契約は双方の株主総会にて承認された。そして同年6月1日付で合併が成立し、東海電機は名古屋電灯と合併し解散した。合併時点における東海電機の供給成績は電灯3388頭、電動機80機、 計178馬力であった。また合併前の合意に基づき、東海電機側からも名古屋電灯の役員に追加することとなり、同年7月26日の名古屋電灯株主総会にて、合併時の専務取締役であった近藤重三郎が取締役に、同じく取締役であった田中伊佐大らが監査役にそれぞれ選出されている。 東海電機の合併で取得した小原発電所は名古屋電灯では最初の水力発電所となった。しかし他の大型水力発電所の完成に伴い、休止され、1919年12月になって6万9000円にて岡崎電灯へと売却された。また、東海電機が申請し、 合併後の1907年7月に許可された、共江川主流上越川の水利権についても、1911年7月、岡崎伝統へと譲渡されている。その一方、東海電気が着工した共江川発電所は、名古屋伝統により工事が進められ、そのまま同社の手により1908年2月に完成を見た。ありがとうございます。